さあ、本日はお笑いコンビ、流れ星のお二人に、二年ぶりですね、お越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、本当にね、よかった。はい かっ何がですかだって前はシ君がいなくてここにそうなんです2年ぶりとおっしゃいましたけど2年前は僕がここにいなかったそう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 リモートでね本人がいないっていうね北海道やっんかなそういしに定でしたなかそうかう設定でし確かそういう設定でした逆にねメインパーソナリティがね遠くにいるっていうあれが一番怖かったってすっごいお二人に番組を回していただいて本当に助かりました本当にちっちゃいところに映ってたからなニシさんがそう俺 さんは本当に存在するのかどうか、ちょっと疑しそうですよね、ホログラフィーでね、てるそれまでお会いしたこともなかったですから、やっとこう、面と向かって、お坊さんも存在してますし、僕も存在してるということで、かったです流星さん、あれですよね、一昨年出ていただいた時も、これ、大阪で単独ライブツアーがあるということで。す 毎年毎年単独ライブツアーやらせていただいててでやっぱ大阪に来たらやっぱさんのラジオ今日初めてお会いしますけども直接ではもうね風物詩だかやそのプロモーションの番組としてこの興味津々を選んでいただくっていう方が星ささんん稲川淳二だからそれがすごいまああの稲川淳二さんはねまだ分かりますね正当な流れなですね階段のね階段ライブツアーですよねでもこれお笑いライブですよねなんかレッドゾーン 階段ライブじゃも出すね身のも出す笑いライブですよねこれは大阪のほかもうどこかいろいろ回るんでいろいろ全国つつ裏裏回るんですけど、はい、大阪は8月3日あ、8月3日、えー、レッドゾーンというタイトルでですね、はい、しかも今回カモメンタルうだ、ん、いがですねうだいさんはいそう作家に入ってくれてあすごいこわっ <laughs> 怖いお化けみたいなねうだ、はいが入ってくれてもともとうい、ん、と一緒に、はいあのー、流れ星の単独ライブ最初の頃一緒にやってたんですよ。うん あそうなんですかそう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 。あのもともとウダイって小島よしおとかと同じワゲっていうんで。で解散して、で、あの俺ら仲良かったんですけど、で、あのブラブラしてるやんったら手伝ってよって言って、最初のね、3年ぐらいはね、ウダイが一緒にネタ作ってくれて。わー、いいなまで、今年、ザ・セカンドっていうね、ショースがあったんですけど、それでカモメンタルと対決して。あ、そうか、カモメンタルと流れ星の対決だったんでで、楽屋遊び行って。 もう勝つ気満々やったからすげえ上から「ちょっとうい今年手伝ってよ」みたいな言ったらボロ負けしてそうねあっちはねコントは一級品だけど漫才は俺らの方が絶対勝つだろってなるほどなるほど確かにホントに高奥食ってたらきれいに負けためちゃめちゃ面白いねめっちゃ面白かったすごいだからそれはまた歴史がね絡んだ対決になるわけですよねあれはまあ怖かったよねあれ怖かったねやっぱザ・セカンド怖いですかあのセカンドのしかも先攻がカモメンタルで後攻が俺らだったから先攻のカモメンタルがう ればるほどこれね芸人でしか味わえない怖さってその何ですか賞レースとかで自分以外がウケるのめっちゃ怖いですよね一番怖いで次受けてて自分らの出番になって一つ目のウケが出る場所での明らかにカモメンタルのウケよりも弱いウケだった時のあの怖さネタ飛んだりしないですかその時にもネタはね正直飛びかけてます記憶も飛びかけて目がちょっとね言ってましたよね 出たら、バレたで、また弱くなるし、笑いだとかね。緊張感が伝わると、またね、受けがよくなったりとか。お笑い怖いんですよ。お笑い、マジで。お笑い、が怖い。満州怖いみたいな。満州。お笑いが怖い。お笑いが受けなければいけないというね、トップバッターとかもね、怖いですよね。怖いですよね。いや、でも、そんな中、よく単独ライブを毎年されるって、すごい。ですも、怖い、本当に怖い。これは、あの、お二人で作られてるんですか、こう。もう、宇大さんも。お前、作ってるじゃねえか、今。怖い。だ、今、あの、宇大と。 俺が、あのさん参加してないんですかその、のなんかあ知らないとこでネタ作ってます知らないところで仲間ずれそう今あのうだいとあのライン電話でははいい、やるようになってえっ LINE 電話でそうそうそうやっぱあのこのコロナ禍でんかリモート会議でできるんだみたいなはい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 ねみんな気づいたというかははいい今あのライン電話でうだいともう会わずにあのやるようになってそう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 ういがすごい虫の声聞こえるんですよ え、うだろ。な、どんな大自然なところでネタでやってんのお前みたいなったら、あいつカメ飼ってんだけど、はいはい、カメが食べる餌用のコオロギが数百匹いるらしくて、邪魔でし邪魔でしょうがないって。怖い、ね、これも怖かったら,ったら怖,い怖いですね。これは。ね、いやこれね。はい、いやせっかくこのラジオ出るんで、はいはい、こんなね、お茶を濁した怖い話、やりたいよと。いやいやいや いいいんですか。ろいろ思い返してみて本当に何か怖い話あったかなと確かにすごい何かラジオっぽい確この前回二年前の時はあのやっぱ中衛さんのおじいちゃんの話とかが盛り上がって滝上さんのお話をあんまり聞けなかったという中衛さんのおじいちゃんの名前が中衛門これ怖いこれ前回も言ったよねこれ前回も2年ぶり怖いだからあのあれで小さいおじさんの話小さいおじいの話もされてくださいさおじんの話と。 あと何の話ししまたあとそれこそ兄弟が普通の名前で忠英さんだけおかしくてあとお父さんの名前が全然関係ないってきあっねねきねえ怖兄ちゃんの一番上の兄ちゃんが大き2番目がケンでお前が忠英怖い本当ねクレームくるよホンに誰からだよ誰からくんだよいや怖がらせてくれ怖がらせてほいでだから俺をちょっと前回もねあんまできなかったから滝上のホラーそう滝上きだことないいや俺ね忠英もあの 経験しますえそうあじゃあもう流れ星で経験して,るてそうそう,そう,そうあのね、はい、あのー、結構数年前に三拍子っていう芸人と<あ>トークライブやってるんだけどそこにあのキーポンっていうもうこれ本当の実話やから全部、はい、あのー、本当のね人物名言いますよ<お>キーポンっていうね、はい、あのー、ピン芸人女のピン芸人がいて。 でキーポンというのゲストに来てその子があの前世が見える人のと<ー>でもまあいろんなねそういうキャラつけたやついるじゃないですか。腐臭臭やつが腐さんくさいやつすだからいやそ本当かと。はいはい。でちょっと見てくれと。うん、で俺の見たらその前世があの竹江さんはもう武士ですと。お。 武どのぐらいの武士ですかみたいな「結構古いですよ」みたいな「源平合戦ぐらいの源氏とか平氏ぐらいの戦争だいぶ繰り返したあとだいぶ前の江戸時代でもないもっと前の戦国の前のもっとですよ」って言われてちょうど俺の故郷が飛騨高山の山奥なんやけど平氏の落武者の里なんですよだから山奥多いんですよねあの平家の中度そうそうそうだからまあ一応そんな話もしてないしあがったなんて思って。 あ本当に見えてんのかなと思ってじゃあちょっと中英見てって言って、はい、あ中英見て中英さんの前世は奴隷ですと、うん、<laughs> ゃ怖いそした怖いあの、ね、<laughs> で前世奴隷やったからその遊べずに外で遊んでる人たち見ていいないいなって言って,て死んでいきましたとだから今現世では中英さんすごく遊んでますって言われて <laughs> すごい本物やと思ってそうかもう前世での苦しい 思い出が何かその石の牢屋であの足に鉄球をつけててでいいなって思って外で遊んでる市民一般の市民を見てそのまま非業の死を遂げたとで別の見える人知られてないですかねその非合を誰もその知られてないでその別の人に見てもらった時も奴隷ですって言われたのあ別の人にってもらった隷でその時はまた別の景色が見えますっつって 本当 本当の本当に一番下で足に鉄球つけて船漕いでます本当の本当の一番下なんだ一番下奴隷の中でも一番下のところで船漕いでその奴隷が生まれ変わってまた奴隷になったんじゃない俺同じ人なんじゃないかと奴隷奴隷奴隷中へ船漕いで後にその牢屋に入ってたんじゃないかあなるほどねそう。奴隷奴隷奴隷大輔犬中へ大輔犬にも言ってんだ大輔犬は全然そうだよね。なんで同じ空間にいる

別々の方が言われてるからそうそうそうどれは間違いないということなんですけどれは間違いないですでまだあんだ竹江ホラーがあんだ竹江ホラーありますでこっからなんですけど前ね芸人でヤルセナス中村さん中村さんの話もされてましたはいしてたえちょっとだけしてましたはいちょっとだけ あ、いや、まだかだ。なんでさっき言うのこれ、ちょっとやめて、同じ話だと思う。ごめん、じゃあ帰るわ。もう一個あります。大丈夫です。ちなみに中村さんちなみに、他の人の話をするってこと違う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 。俺が実体験した中村さんがめちゃくちゃ例が見えると。ああ、ちなみにどんな話で、その人に、僕なんか見えますかって言ったら、生き量ついてるよって言われた。す。ああ、大丈夫です。それじゃないです。横断歩道すれ違うやつ横断歩道すれ違うじゃないです。逆に何んでそれ。 オーダーほれ違うやつ。そっちすぎるってやつじゃなくて例が。あ、柳瀬なすな。まあその柳瀬なな川間さんどんだけすごいかっていうと、その箱の中身はなんだろうなみたいなやつで、えっとなんだっけ氷かピアノですって言って蓋開けたらクリスタルピアノだったみたいな。その話をされてました。したよね。でもそっからそんな人に見てもらってで息量がついてるよって言われてでどういう人ですかつってこんな感じの髪型こんなんでつったら完全元カノ。 うんうんうんこの話してないこの話してるような気がするでしょほら何なんだよでででじゃない一応一応いや一応もういいわもうじゃあやめるもうやめるやめるちょっと芋やだメインディッシュなんでしょいや違う違うんだってだったらもうあと2つあるからそっちはそれメインじゃねえじゃん何個もあったらいやもうメインがいっぱいあるのハンバーグ3つあるから本当本当本当。トホ で、今のところ結構怖いよいや、同じ話してる同じ話しよこんなんじゃないんだってで彼女に電話して彼女に電話してお前の勢いついてるぞって言ってたら肩がぶわっと軽くなってきたみたいな話は前しましたししまたちょっと覚えておいてくださいいや大丈夫俺も嫌なんで二回い出しましたはいしましたでじゃあ違う話しますよそれがこれはまた別の話今今すごい怖い瞬間あったの覚えてますさん何も悪いいことしな 怒られてたんですよ。覚えてる、覚えて確かに、覚えてはいたんです。覚えいい加減してくださいよ。これ相当怖いですからね。何もしてないのに怒られてる。はい。じゃあ覚えてたけど、でもそこまでどこどの話になるかわかんない。そうですよね。じゃあじゃあいいですか。あの結構前なんですけど、あのでも今のメインで話す予定。ちょっと黙って。 本当に違うパーソナリティに黙っといてもらっていいですかおかしいでしょ大使さん一回息止めてもらっていいですか息止めてたらもう死んでもらうからこれだいぶ前の話なんですけどとある熱心なファンの方がねいらっしゃったんですよすごい用意されてくださってるのライブ後に出待ちとかもよくしてくださったちょっとあのおば様がいらっしゃったんですよその中へもよく多分知ってる人で毎回俺巻き込むじゃん いやいや巻き込むとことじお前も経験してるよって。えまた俺が奴隷って話じゃないの？奴隷また奴隷。もう奴隷は出てきますよ。奴隷は出てきます。俺も知ってる方？ノードレイ。あなるほど。ノードレですね。ノードレなんでノードレって書いてますか？なるほいらないでしょその情報。自動書記で書かされました。後から聞いてくるとかないから。ノードレあのそういう方いらっしゃって、で毎回毎回そのライブの終わり。 はい、にサインをね求めてきて<ー>ではい、はいね、なんか宛名をねあえて言わないんですよ。うんうん 覚えてますよねみたいな。いる、それ、もすごい困るんだよな。そうなんですよ。だからもう、それがちょっと、俺も当時尖ってたから、もうそれ、もう喧嘩になっちゃったよ。喧嘩になっちゃった。そうなんです。もうやめてくださいよみたいな。その、俺ホストじゃないんでみたいな。ホストじゃないのホストじゃねえよ。いやいや。お前なんで横にやれずホストだと思ってた思ってた違うよ。ボケとホストかと思ってた。ボケとホスト。違うし。ドレートホストね奴隷ドレートホストのコンビや。れるわ。で、あの、 ちちょっっと喧嘩なゃそしたらその人がね、うんはい、事務所にクレームとか言うようなえそこまでですかうであのすっごい長文で手紙とか送ってきて、はいなんか「滝上さんはホストじゃないと言ってましたが、はい、もう身も心もホストになり下がってると思います」みたいなよ <laughs> くわかんいない、ね、そういうなんか。 もう手紙をもらったりとかしてたんですよ。で,すね、で、なんかマネージャーとかもそういう人いるんですよねみたいな。はい、結構まああの朝日の芸人界隈では有名な人で、でもライブには来てたんですよ。いいね。ねお金は落としてくれるってこと。お金落として言い方悪いな。<laughs> で、あのそんな中あのライブの企画で、はい、ギース ザ・ギースさんはいギースの尾関が当時の特技で背後霊似顔絵っていうのやってたんですよあそんな特技かそうんか分からんけど後ろに何か見えるからそれをどんな顔か書きますってフリップに書いてやってるんですよで今最近やってないんですよなんでかっていったら事務所にうさんくさすぎるからって止められてるっていうそれは本当に見えてるんですかギースさんはでこっからですよこからまあでも またねそういういろんな芸人いるから持っていってんじゃねえかみたいな感じででライブの企画でじゃあ俺らの背後霊というか後ろに見えるの書いてなんて言ってでまあ中江さんの「こんな感じです」みたいな感じでね誰やねみたいな感じで突っ込むんやけどで僕の番ですよでじゃあ武えさんの後ろについてる人これですじゃんって出したらそのもめてるおばさんそっくりだああ怖怖い怖いしょそれはめっちゃ怖いだこれ お前も一緒にいいいたたたよね覚えててるるこの話っちゃ似だよねマジでだからただこれを言えないですよだってもうお客さんにもいるしで俺ュ銃と目合わせてマジで多分2人は鳥肌立ってるんですよおおっておおってなったあごめん俺は鳥肌立ってないけどなんだ知らん正直俺どうでもいいやつこいつと目合わしたあれってなったよねあの子かなって言えないもんいるから会場にいるわけですもんねいるからそう それででも似顔絵はもう見えてしまって見えてるけどその子はやっぱりその子も怖いもの見たさえちらって見ると自分だと思ってないちゃんと客席のどこにいるかはもう把握できてるだからマジでいな。大関あ本物やと思ってだハイゴレっていうよりは後ろに何かついてた生き量なんじゃねえかっていうそ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 うマジで怖いですよねその年的なものはそうこれ初めて これ初めてこ2回目やったらもう本当にしょげて帰れ俺今日これは食らいましたちゃんと怖かった今のはそうそうこれは当にあった話でだから大関は今はもうやらんくなったけど本当に何かは見えたのかなっていうラッキーパンチの可能性ないラッキーパンチってすごないですかラッキーでもないしこっちからすると結局その力量は今も っていうことなんですかもうもう薄れていったんですかいやわかんないあ,<の>あれはいつから来なくなったんだろうあの人あ来なくなったんですかそう何年かして、はい、まあ、あのー、来なくはなってだからまあ俺もだからこの大西さんのラジオ出るからなんかないかなとかって思って思い出したんやけど、はい、いややっぱ怖いんですよねその,その好きやった人に拒まれた怒りの念みたいになってめちゃくちゃ怖いんないですか まままああああ生きるるよっってやぱ僕、本当最近今住んでるところにいろんな呪物っていうんですかいわく好きのものとかが何年か住んでたら集まってくるんですよ、いろんなファンの人とかから自分集めてきたのとかそれ多すぎたからキャットタワー組みましてそこに全部まとめて置いてたんですよ。僕の部屋自体は何もないんですけど知り合いの人がこのミュージシャン知ってるって画像送られてきて。 いやでも初めて言いますけどこの人がどうかしたんですかって言ったらいや実はこのミュージシャンのファンで殺害予告をしている人がいると、うん、であまり好きすぎてずっと何イベントとかライブとか行ってたんだけどちょっとなんか動,画動画を超えてしまってちょっと出禁を食らったそのファンがその出禁を食らってからその,事務所にそのミュージシャンの事務所に殺害予告がすごい送りつけられるようになったってらしくてうん、うん、でそのファンの、あのー、家が特定できたと。うん 谷さんのの部屋へえで僕思ったのが、まあ、その人のせいもあるけど呪物のキャットタワーのちょうど真上その人させたん,でんやなと思ったら呪物がそうさせたんじゃなく関係あるのかな何、うん、かねそのパワーがねパワーがねうん、うん、負のパワーの負のパワーがそっちに流れてってあっ真上、はい こでこの間、それこそちょっとイベントで呪物を全部、あの松竹の劇場に持っていったんですよ。<laughs> いや、もうやだよ。もういや、でも、その3日間、やっぱマンション平和でしたね、やっぱ。あ、あそう。三 <laughs> 日間平和、なんも。何をしてマンション平和って感じるのよ。<laughs> 逆に松<も>竹がね、なんかたたいろいろ。あ、でも松竹が、あのー、その呪物を持っていたイベントの。の分かった、谷口さんのせいだわ。南川んいなくなったの。 樋口ちょっと南川くん呪仏でしょ深井あれは生きる呪仏歩く呪仏だから樋口歩く呪仏なんで南川君と東袋は呪仏だから彼らは彼らで単体の呪仏なんで歩く呪仏深井そう集める側じゃないんで深井でもそのイベントに角座っていう劇場にその呪仏持って行ったら昼間のイベントだったんですけど夜のイベントの MC の芸人が声出なくなって怖いよ作家が熱出して 怖いじゃないからほんまにありました絶対そのせいやんそんなことありましたでもだ怖いですね念はんやろうなタニシさんの場合はもう慣れちゃったみたいなことなんですかいやいやでもそんなことな体は慣れてるかもしれないね普通だったらもう本当になんかいろいろねもっと声出なくなったりとかねするはずないけども呪物慣れみたいなって言葉があるか知らないですけど その見える人に見てもらって谷さんになんかたくさんついてるとか言われたことはないんですか、はい、ありました,ありましたあの高知県でなんか謎の民間信仰のイザナギ流っていう宗教があるんですけどそこの人って生きでるんですよ量、えー、を飛ばされた人に対して生き量返して向こうに苦しませるみたいなのができる人でその人に、まあ、あのいろんなものが見えるらしいから僕の見てくださいって言ったら、うん、なんかこうやって頭痛をなんか後頭部でシャカ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 して。うん なんか奇数やったらオッケーで偶数やったらノーって神様が言ってますみたいでうん、うん、ずっと「ノーって言ってるんですよ実は偶数で。<ー>でなんでやろうなーってきでなどうしたんですかって聞いたらいや神様にその この子についてるのは、えー、悪霊なのかとか土地の霊なのかとか生き霊なのか全部聞いたけど全部ノーって出たと「なんか先祖で変な死に方した人いないですか?」って言われて「うん、いや先祖のこと分かんないですけどね」って言ってただその人に僕事故物件住んでること言ってないからあ自事故物件に住んでる人のやつが見えてるのかなみたいなのがそこで分かるというかじゃあこの人ちゃんと見えてるんだみたいなのがありましたなるほどね。れってけど 飛ばしててる人っいうのは無意識に飛ばしちゃってるる場合もあですよねあれ大体無意識じゃないそれなのにその人は恋に生き量外傷できるってことああその対する人は高知県の太陽さんはそうですねなんかできるみたいですねえすごっんかあの2年前ね話した僕の元カノが生き量としてついててそれで八重洲中野さんがその「医療」みたいに言ってで元カノに電話したら「 ああのまあ、元カノも多分気づいてないというかはは、うん、はいはい、はいああやっぱそうなんですね、うん、もう無意識についてるみたいな、うん、でも意識し,し,したことによってまあ肩がこう軽くなるとか熱くなったから<ー>本当にね肩熱くなるのだブワーって熱くなった本当に意識して熱くなるんだそうしたら 多分その瞬間に取れてってるんだろうなななみたいんか今肩熱くなってるわっていやもう言えないのいじられるから絶対に <laughs> <laughs> 何言ってんのってなるからそうなんかそんな在をよ、ね、伝えたんだなんか生きるようでなんかお前っぽいんだよみたいな感じのことを伝えたと思ってこ,、うん、いやだこ,これはだからお前も忘れてるから言うけどで電話でね伝えたら、はい、あの今度同窓会やるんだけど、はい、この話めっちゃおもろいからしていいって言ってきたっていうね だからそういういい子だったんですよあのちゃんとお笑いも分かって,てなるほどなるほどなるほどネタにちゃんとできるっていうことそうそうそう,そう、うん、だからその生き量みたいなもそんな信じてるとかない,なかないけども面白がってあ<ー>あそうなんやそうなんだ<ー>なんつってあるんですねそうでもなんか,なんか最近がついてないから俺もマネージャー奴隷が出てきてんじゃないですかかまなんか自転車の置き引きにあったりとか <laughs> え 置き引き、荷物置いてたら、取られたりとか。で、この前、本当に二日三日ぐらい前にも、ずっと最近、あんま良くないことが起こってるから。マネージャーに、風呂に酒と塩入れて、入れって言われる。酒と塩入れて、入るっていいの。僕も、なんか、聞いたことなかったんですけど、なんか一回、その先輩に北野誠さん。北野さん、が、えっと、僕、事故物件に住めって言ったのが、北野誠さんですけど、そこで、なんか、排水溝から髪の毛出てきて。それ、捨て、捨てちゃったんですよ、僕。で、それを、北野誠さんが知って、お前。 残しとけよーって言って事故物件お前ちょっと頼んどるんちゃうかーって言われてお叱りを受けたんですよ <laughs>、うん、そしたらその日の晩に北野真子さんの飼ってた犬があの瀕死状態になってまた電話かかってきて「谷変ごめん怒って悪かった」って「ちょっと今からお風呂に酒と塩を入れてそこでお風呂入って体清めて北野真子を許してやってくれって言ってくれへんか」って言われてうん、うん、あじゃあやっぱそういうのあるんだで、まあ、一応その通りにして電話かけたら北野真子さんが「 ありがとう、犬が一命取り留めたって,って、えー、マジでじゃああんのかそういうのちょっと俺もそれまたまたどうせそんなのって思ってたけどこの前嘘だろうと思ったのが、はい、うちじゃないけどうちのマンションの別の部屋がボヤが起こったりとかしてるのよ、うん、ほうほうほういやこれちょっと怖えまあ結局気温が上がりすぎてその人の家の前の電動自転車のバッテリーから発火したってだけなんだけど怖いですねそれ。うん なんか普段怒らないようなことが身の回りで怒り始めてるから、はいはい。それ入った方がいいよね。ただこれ知りたい入ってないん入ってないんだ、また。知りたいのが、先はロック。ロックやったら、むせたわ。なんでだよ。キンに冷えたわ。違炭酸割りでとかじゃないし、違う、それは。お湯に対してロックで入れる。お湯割りでいいと思う、さ、お湯割り。お湯割りでいい。ロックだったら、本当の意味で入れないと思います、それは。お湯割りにしてください。ほんとじゃあロックの塩 ロックにしたらだからもういやソルティドックじゃない。何でお前、縁を塩でさ、ちょっと舐めてくださいじゃないんだよ、お前。浴槽の縁を塩で、ソルティドックにしてもっと呪われる、多分ん。じゃお風呂に、例えば、じゃあ、いつもみたいに湯船ためるでしょ、そこにじゃあ、日本酒、例えばパックとかをぱらっと一周入れるとか、どぼどぼどぼっと卵ク入れる、あとお塩を。 そうですねサラサラ適当にさーって入れるとそれ t i k t にするのは初めて聞きましたけど <laughs>、うん、バカにしてる本当にバカにしても分かんないからいけどじゃあそれでそれで入いてみてください身を極めてあとお気持ちを考えると思よねあとなんかあのー、これもよく聞く話やと思うんやけど、はい、まあ昔は塩だったとじゃあ今何が効くのかって意外にファブリーズが効くみたいなファブリーズはね本当に今トレンドですよ そうそう奨励として聞くっていうのが冗談みたいけど本当だみたいな話聞いたことあるんか確かねファブリーズの CM でも言ってたんじゃないかな CM で嘘れそでしょこれ間違えてるかもしれないですけど CM がちょっとだからちょっとんかお笑い風味にしてファブリーズで奨励もできるよみたいな。 そういロディ夢でしょなんかねそう言われると逆っぽく使ってるのであったかもしれんはいはいいやでも実際にそそうう。カテキンがなんか殺菌かよと同時にその除霊カテキンが入ってるはず確かみたいなことをねまあ塩みたいなね塩も言ったら殺菌作用があってとかそういうことやからまあ効能的には似てるのかなみたいな今ファブリーズは本当に除霊効果としてすごい あの上がってきてますよじゃあもうそれはもう両方がそれぞれ効いてるってことは本当なのうんだお前は風呂にファブリーズ入れたら頭からかけてファブリーズダメだいいのになっちゃういやいやいいのになってきたダメだいいだろ別にちょっと一回じゃあお酒と塩はじゃ本当にやってみる価値あるってことやってみた方がいいと思います古来からありそうなやり方だしね古来ですしね昔からあるものでやってるからあとこれあのまに心霊とかにもつながってくると思うんやけどあの ね、そう、はい、人間の思い込み効果みたいなのがあるでしょ。はいはい、であのやっぱ思い込みで言ったらそ、うん、の例えばやけど生き量ついてしまったって思い、うん 混んでしまったら本当についてしまうように見えたりありますあると思うんですよねすめちゃくちゃありますね、はい、だってそのプラシボ効果っていうのは実際そのカーグでもちゃんと立証されてて、うん、あの新薬実験の時とかも、はい、あのそれが効いてしまわないように、うん、あの何の薬か言わなかったりとか本当に効いてしまうから、はい、であのどっか、えー、昔ヨーロッパの方でがん、はい、の新薬が作られたみたいな、うん、でその村人結構みんなその癌の,の 薬飲んでたとはい、はい、でも数年後その薬が真っ赤な偽物だったと<ー>なんならちょっと体に害があるみたいな。はいうん でも誰も村人を訴えなかったまずは本当にその薬でがん治ってたみたいな話、あるんですよね。いやだこれ、お笑いライブも階段ライブもそうやと思うんです、あれ、プラシーボやと思うんですけど、階段ライブ、怖がれば怖がるほど、変な現象、起きるんですよ、照明、チカチカなったりとか、ラッになったりとか。え照明、チカチカでも本当におかしいですよあるあんですよ、マジで、それこそ俺、前回来た時に話したライブ会場のとこも、なんだろう、絶対にそんな機能がないのよ、照明に。 照明は切るか、つけるかだけなのに、はい、あの、明るさが。ボワンボワンボワンボンボンンって変わったりとか、で、何、今のっつったら、そんな機能ないですってなったりとか。はいはい、本当、何か起きるんですよね。そう,そう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 。 そういうのをプラシーボの思い込みとかっていうので言霊とかも多分そうだと思うしそうですよねアスリートがトレーナーがお前が最強だとかいうのも思い込みでもっとの普段よりも力出るみたいなのとかもそうで多分心霊現象的なことも多分プラシーボの延長線上もあるのかなっていうお笑いもそうじゃないですかあれ同じネタでもなんかこいつら思わんないって思って。 思ってる人が座ってたら、全然思もんない空気。わかる、わかる、わかる、わかる。あと、なんか、なんかしんないけど、技術云々じゃなくて、こいつらこの年。決勝行きそうだなってやつって、い、くでしょう。いくし、面白く見えるでしょ同じネタ、今までと同じネタやってたとしても、技術が上がったとかじゃなくて。そう、そう、そう、ある、ある。あれ、プラシボの魔力です。あれ、ちょっと違うとは思うけど。違う。でも、あの。こいつ、バチ当たんねえから。なんでだよ。 <laughs> <laughs> そうなんかあのよくそのプラシーボでなんかなんとなく説明はつくというかあのなんだろうな変なそのねカルト宗教みたいなてるお母さんがこの水聖なる水でうちの母ががん治ったんですなんて言って俺らから聞くと絶対嘘やんと思うんやけど多分本当に信じてるからその水飲んでがん治ってんんるでががん,っんですよ治ってるんですよねね<う>嘘じゃないんでしょうねそれね。 でも信じてないと効かないし。ただその水がむちゃくちゃ高くな高い値段引っかけられたりしてるっていう。二百円ぐらい？いや絶まあ二百ちょっと高いですけど。ちょっと高いな。水百円ぐらいの山の八合米ぐらいのね。ちょっと高いですけど、いやもっと高いんちゃうかなと思ったんですけど。四百円ぐらい。まあまあ四百ももうちょっと高いと五千円ぐらいと思うじゃないですか。五千円ファミカセ買えるじゃん。ファミカセって。 懐かしいな。ファミカセね。はい、そうそれぐらいでしね。はい。ということでちょっと時間がね、あっという間なんですけれども、ちょっとええまあライブのこともちょっとさっき聞いておきましょうかね。今回どんなライブこれ大阪ですよね。大阪えっと場所によってまた変わるんですか。あえっとねえっと内容内容あごめんなさい。あれ息量息量息量が出ました今。いやあの日にちとか言おうかなと。あ日にちじゃあ日にちから。 大阪はですね全国ねいろいろやりますので詳しくはですね流れ星単独ライブとかでね検索してみてくださいはいルですちょっと怖い話最後の話ですか8月3日単独あるんですけど大阪何が怖いってその日淀川の花火大会とかぶっていいいや怖敵が強ただこれ唯一救いの道はあるんですけど皆さん開演が16時からなんで。 ああ僕らの単独が<あ>だから18時には終わるんで、ね、る調べに調べました花火は19時半からですだからよかった最初横川の花火大会とかぶってるって言った時は。はい 本当奴隷になろうと思います。い奴隷になってどうするんですか。花火で花火てけど。だからまあ両方とも楽しめるんで、ぜひ時間作って遊びに来てくださいということです。住所会場でございます。えっとナレッジシアターですね。大阪駅から梅田ですか。もうすぐ歩いてすぐですね。近いところなんでね。8月3日デートがてらとかね。もう本当あの夏と言ったら稲川淳二さんか我々流れ星の単独ライブツアーいや本当そうなってます。この番組に限りは。あとはそうね。カモナスカモナスとかね。カモナスねあの その3つの中入るの、カモナスが。稲川淳一さん、流れ星、カモナスあと、チューブ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 、4番目ないカモナスの次、チューブ。って感じなんでね、ぜひ皆さん、来てください。あこれでも大阪でも聞けるんですかね、ポッドキャストとか、全国で聞けます全国でいろいろやってますんで、単独ライブツアーね。 北海道とかいろいろありますね。北海道もあるんですね。大好きな北海道。あ、そうです。ごめんなさい。そのズ税務先で行っちゃう。今回我慢しましたね。我慢じゃん。我慢しますまでちゃんとこっち来ましたんで。はい。よかったら。ありがとうごます。はい。ということで、もう時間はあれですかね。最後聞いていいですか？そんならまだ大丈夫ですか。じゃあ最後お二人にとってですね。はい。二年前も聞かせてもらいましたけれども。改めてまあ最も怖いもの。 ちょっと聞いていますね。これまご一応ゲストの皆さんにじゃあま僕からい。はいお願いします。ま僕あの不動産屋さん屋さんじゃ不動産の大家さんなんでね言ってましたねはい。はい最も怖いもの空室ですね。空室は怖いですよね。本当に怖いです。いやだからそうです。自己物件になるならされることも怖いですよね。そうですね。いやもう確かに本当に。あの言ってください本当に。 家が自己物件になったら住みますんで確かに。はい。でイメージはねなんかあのちょっとは薄れるはずなんでまあ住んでるの僕ってバレたらちょっとややこしくなりますけど確かにあのそん時はねでまたそっからじゃリモートでまたそっからまたラジオウェーさんのオーナーの家から行っております空室ねわかりますわかりますそうなんですねはいありがとうございますじゃ中江さん怖いのは俺は あのうちの今5歳のの今歳娘娘がが一番怖怖怖いいいいいかかもしなんでで可可愛愛ょやっぱり5歳になってきて物事も分かってき始めてるからはい、はい、やっぱこっちの父親の欲というか、まあ、職業病なのか、うん、俺の一発ギャグを教えたりとかするのよ。<laughs> その時にあのパン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 って両手でね顔塞いで、はい、パンパカパンパカパカンチュウエイって、はい、両手を開いて顔を見せるギャグがあるんですけど、はい、パカンチュウエイってオチを見せた瞬間に。はい おって言われたんですよギャグのオチでおえつをするっていうこれは怖かったね笑わせようと思ってるのにこっちはパカンチュうえって言われたから異物がね異物が目の前に現れて気持ち悪いです生理的に受け付けない娘の方は怖かったと思うよだから娘もねお互い怖いですよねお互い怖いだから俺は怖い娘が怖かったこれはどうしようもないですもんね誰も得しないギャグある <laughs> 見て見てやってどっちも嫌な気分、ね、<laughs> そう怖かったはい娘が怖いということで、はい、ありがとうございます,いますはいということで、えー、今年も来ていただきました来年もぜひねもしタイミング合えばで、ね、もう来年も来れるように、はい、ツアー続けるように頑張ります,、ね、りますんで、はい、ありがとうございますということで、えー、本日は流れ星の中永さんと滝上さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました。